ボートレースからつで G3 第11回ウエスタンヤングが幕を開けた14日、8R 発売中に、場内イベントホールで地元のスター峰竜太と人気女子レーサーの野田奈月がトークショー。野田が MC 役に挑戦し、師匠の峰にファンから集まった質問をぶつける対話方式で言った。お互いのいいところ、直してほしいところの質問には峰が、いいところは可愛いところ、ちょっとおバカなところ。直してほしいところはあまりないけど、タメ口かな、と笑わせ、野田は、今日は敬語でやらせていただいております、と返した。野田は、グループみんなの先頭で目標になってくれるところがいい。直してほしいのははっちゃけすぎていてついていけないところですかね、と師匠について語った。終盤は野田が用意した手紙を読んで、峰さんがいなかったら今も楽しくレースできていたかわかりません、など感謝の気持ちを伝え、手紙を峰にプレゼントする感動のシーンに。しかし、本当は泣かないといけない場面なんですけど、なづきから、手紙を用意しないといけないんですけど、なんて書いたらいいのかわからないです、って相談されてたし、棒読み感が強かった。だから泣けません、と暴露して場内は笑いに包まれた。最後は峰が、いつか絶対に逆のパターンでもやらせてください。と締めて大盛況で終了した。